鳥居岩神社は、兵庫県市総市一宮町す行目にある神社。式内社、はり国一宮。旧社格は、国平中社で、現在は、神社本庁の別表神社。海神社、つぶ座、天照神社と合わせて、はり三大社と総称される。風土記では、岩大臣は、出雲から来たという。岩の語源について、風土記では、幹から、あるいは、 大名口の神が国づくりを終えて、オアとつぶやいたためとする。聖武天皇十四年、または、金明天皇二十五年の創始と伝わる。縁起式神明朝には、いわざ大名持魂神社とあり、省略二年、小一くらいの深海に除せられた。リマ国一宮とされ、幾度か火災にあって消失するたびに、朝廷、国師 地後赤松市、近隣の藩主などの庇護で再建された。なお、鎮座地である市宮町の地名は、針馬市宮の当社に由来する。周期大祭周期大祭湯万当祭とも言う。二百頭日の前に、風の沈めを願い、五国豊穣家内安全を記念する。日暮れと共に、境内に並ぶ、油と刀身が入った小皿に火が灯される。十五日は、 例祭で、村練りなどを行う。16日は、御子都業を行う新興祭で、宇治こ地域などから古代の屋台が練り出される。屋台の、宮入り、練り合わせの後、百余4人の新職や奉仕者の都業行列が、御子と共に、伊保川沿いのお旅所に進行する。岩神社のお膝元、須と、す地区の屋台蔵は、神社向かいの道の駅張りまいの宮内にあり。 営業時間中は屋台が見学できる。三つ山祭りは61年に一度、一つ山祭りは21年に一度再考される。三つ山とは白倉山、高畑山、花咲山、一つ山とは宮山のことで、これら四つの山は岩神社を囲む位置にある。それぞれに岩岩と祠があり、祭礼では祠を整備して山々を擁拝する。山岳信仰。 岩倉信仰の名残とみられる。所在地交通アクセス以下の神社は、風土器や社殿の記述から岩大臣の文霊や家族神が祀られたとされる。なお、風土器には、おこかみの名もある。また、岩大臣に関連した地名説話も多い。ありがとうございます。